みなさんこんにちは。みみです。はい、素敵で今回はね、お家を見てきました。めっちゃね、なんていうの、何あれ、すごいでっかいね、ここなんか有名だ。まだ入ってないじゃん。 入ってみようか。入っていい。入ってみようか。入っていい。いいよ。今から入れるために。あ、開いてない。ダメだ。いきなり開いてないんですけど。開いてないんだ。開いてるとこじゃない。あ、そっか、ドアが開いてたらいい。自動ドア。すごい。 いや、今の家がパナソニックの。あ、そうなんですね。いや、でもこんな立派じゃないですけど。全然立派じゃない。これやばくない？こういう置物があるんだね。あ、ライトで火みたいなのが。ああ、すごい。いいわ。めっちゃいい。キッチンやばいよ。 これは何坪なんだろう。キノコ。バーベキューが。すごい、外でバーベキューする。何これ。こういうのはいいから。関係ない。バーベキュー。すごい。すげえ。ちょっとバーベキュー憧れに。あ、そうなんですね。はい。 最新はこうなんだね。最新。その部屋に水道がついてる。なんで？すごい。2世帯の設定で、両親の。なるほど。そうか、2世帯だからお化粧して。あ、お化粧。お化粧いいじゃん。ここはおいくらなんですか？ 1億円だ。乗ってみる？いいの乗って。めっちゃすごいね。わあ、もうやばい。ちゃんすごくない？黒い色が違うものとか使ってるので。はい。2階には。 小さい子供には。子供部屋が一番ちっちゃいんですよね。ここに置きたい。かわいい。機械なんですね。ドアがない。ドアがないね。全然3階。あ、空調なんだ。なるほど。ああ。今こうなんだ。すげえ。全然違うね。 もっと狭いよ。こんなでっかいの置けないの。じゃあお風呂だよ。お風呂？冷蔵庫。全部何これ言わなくていいか。すごい。やばい。お風呂これ。お風呂だよ。ああ。やばくない？これ。なるほど。あ、あれかな。お風呂出たらすぐ。 裸で飛び出すの。で、裸で。なんて贅沢。贅沢すぎる。あ、なんかゆったりできそう。そうです。大きめの浴槽に座れる。あ、出た。リミが1、2、3、4人。エレベーターを3番目。 バイバイ。すごい。
いいね、広いね、やばいね。でもこういうのが欲しい。こういうさ、あのこういう空間。絶対 TikTok 撮るから。これいるこれ。いる。いる。いいね。いいね。あれは何ですか？食器ですか？そこはですね、基本あの収納をですね、見せないようにするために冷蔵庫とか。開けてみる。あ、冷蔵庫。冷蔵庫の収納に感じる。やば。あ、なるほどね。あ、これはすごいね。え、こういうのも隠せるんだよ。うちむき出しだもんね。うん。めっちゃいい。隠せるね。ああ、いいな。いい？いいね。あ、いいな。いいみんな。いいな、こういう。うん。これ、これで TikTok 撮るの。いいね、いいね。この椅子いいわ。あ、なんやで、犬の飲み物。違う。違う。手洗うこと。キッチン。ドアないもんね。でも一応取り付けることはできるようになってね。あ、あんじゃんここに。あ、ベランダ行ってみる。入ってみる。いいの？こんだけ開いてる。水道が流行ってんの。だってみんなこう。前もついてる。ここで着替えて、ここでお化粧して、ここで着替えて。うん。こう。贅沢ね。てかこんな棚作るにはないし、ね。うん。パパのダイソーの帽子をここに。これ編集部屋。編集部屋どこで編集するの？水道のとこ。近く。いいね。一つ一つの部屋がさ、十字路地あるとめっちゃ綺麗。どれ？もう全部。みんななんか今のお風呂のそばにはこうやってあるの。回るね。いいね、いいね。知らない。めっちゃスケスケだね。まあ落ち着かないね。そんなに外行くのか。こんなにスケスケだとちょっと落ち着かないかも。開かない？ここの全部黒に行く。ここと。うん。お風呂黒っていいな。お風呂いい。床が汚れないのいい。いいやほら黒。あ、いいわ。何これ？これ何？うん？これあれだね。体洗うやつじゃない。違う、これ棚。ここになんか飲み物とか持ってくるんだよ。うん。いいの？ゆっくり入る。匂わないのすぐ。変なショーよし、じゃあ行くぞ。